はい、皆さんこんにちは。仕事が遊びで遊びが仕事、ももすけです。これだいぶ前に発表されてたんですけど、もうちょっとねごめんなさい、最近忙しすぎて、あと出す動画もね結構あってだいぶ遅れてしまったんですが、こちらです。これは僕の使っているアイコムの ID52 ですが、これと並んでアイコムのもうちょっと安いレンジのハンディ機が発売されるということで、今日はアイコム ID50、 どんなトランシーバーなのかお話ししたいと思います。はい、製品の、お話しする前に、この今回発売される ID50、 アイコムの中でどういうポジションのトランシーバーなのか整理しておくと、もともとアイコムさんは D スター対応のハンディ機について ID51144-430MHz のデュアルバンドの D スター機ですね、その下にアイコム ID31 という 430MHz のモノバンドの D スターのトランシーバー、この2つをラインナップしていたんですね。で、これらの後継機種として今現状 ID52 という僕持ってるこのトランシーバーがアイコムの D スターハンディ機の上位モデルとして出てるわけなんですが、ずっとこれだけだったんです。あ、これだけっていうのは D スター対応じゃないアナログ FM のハンディ機っていうのは、まあ、出てるんですけども、 D スター対応のハンディ機でいうと ID52 だけっていう状態がしばらく続いていたんですよね。で、この ID52 すごく面白いトランシーバーではあるんですけども、実勢価格がね結構高いんですよ。今ネット上で見ると ID52 はねだいたい5万円台後半ですかね、まあ、6万円出してお釣りが来るみたいな感じで、まあ、正直ハンディ機で6万円って高いですよね。っていうのはもちろんアイコムさんも分かっていて、もうちょっと手頃な選択肢必要だっていうふうに考えていたでしょうし、 ID31430 のモノバンドの後継機が出てなかったんですよね。ちなみに僕はその ID31 出てないことに対して以前動画で、430と 1200MHz の UHF のトランシーバー出してくださいよっていうようなことを言ってたんだけど、まあ正直それだとね安くはならないよね。1200入っちゃうと ID52 との住み分けっていうのでは1200が入って面白い UHF のトランシーバーとして面白いんだけど、まあ逆に ID52 より高くなっちゃうかなみたいな感じになるので、まあ現実的にはまたモノバンド機430で出すのかなと思っていたらですね、ちょっと変化球できたわけでございますよ。それが今回発表されたアイコムの ID50。 これなんでこの型番になったのかもちょっと気になるんだけど、まあ ID52 の弟分としてこちらです。はい、発表されました。パッと見はですね、前に出ていた ID51 にまあすごく似てるんじゃないかなっていうね、感じです。あ、 ID51 かなみたいにね、パッと透明に写真を見ると思ってしまうんですが、 ID51 に似てることからも分かるように 144-430MHz の D スター対応機、何が ID52 と違うのみたいに、ね、なってしまう、感じなんですが、デュアルバンドの D スター機がもう1台出たということで、出るということでございます。はい、まあ、パッとウェブサイトの方で確認してみると、まあ、D スター機ですよっていう紹介と、まあ、D スターとしてタブレットと連携して、まあ、画像の送受信ができたり、メッセージの送受信できますよ、あと、ターミナルモード、アクセスポイントモードも入ってますよ、これちゃんと入れてくれてるのは嬉しいですよね。で、バンドスコープ白黒になるんですけどあったりとか、まあ、基本的に D スター機としての、まあ、性能はフルで入ってる感じですね。あ、USB Type-C なんだ。これ52より良くなってる。まあ良い悪いはちょっと分かんないんだけど、 ID52 は USB Type-A のマイクロ USB だったんですよね。それがまあ USB Type-C になってるし、進化も見られるということでございます。じゃあ実際何が違うのか、何違うのよってなるわけですが、
これね、あのアイコムさんウェブサイト ID50 の製品のページに、違い書いてくれています。まず価格ですね。 ID52 は税込みの希望小売価格が 65,780 円、今回発売される ID50 は 54,780 円ということで1万円くらい安くなっています。なので、まあ、実勢価格についても5万円を切る金額で、まあ、流通するんじゃないかなっていうふうにね予想されます。で、あとはね ID50 は Bluetooth 非対応ということで、正直僕 ID5 に Bluetooth 使ってないので、まあ、あの Bluetooth 使ってる人が少数派なんじゃないかな。この間ももチャンネルミートアップに出展されてた方がバイクで ID52 使ってて Bluetooth 使ってるよっていうのを見て、僕正直初めて ID52 で Bluetooth きちっと活用してる人初めて見たんですよ。だけど正直使ってない人が多いんじゃないかなと思うんで、 Bluetooth 不要っていう人も少なくないでしょうね。そして高帯域受信について UHF エアバンドへの対応、これが ID52 は聞けるけど ID50 は聞けない、 VHF のエアバンドのみというふうになってます。これも自衛隊のねミリタリーエアバンド聞きたいっていう人と、まあ、別に聞かなくていいっていう人分かれると思うんで、この違いっていうのは必要ない人にとっては何も気にならないかもしれませんね。あとは液晶ディスプレイがカラーかモノクロ、まあカラーの方が情報量としてはいろいろ表現できるんだけども、まあ、別にカラーでなければならないっていうのは、まあ、トランシーバーのディスプレイにおいては、まあ、少ないかもしれませんね。そしていい点もある、 ID50 の方が優れてる点もあって、純正のバッテリー BP271 で運用できる時間が ID52 は 4.25 時間なんだけど ID50 4.5 時間ということで、ID50 の方が燃費がいい、まあ、ディスプレイの違いとかそういったところから来ると思うんですけど、運用時間長い方がいいですよね。あとは大きさですね。パッと見で、まあ、なんとなくちょっと華奢な感じはするんですが、これ本当ね前に出ていた、ID51 とほぼほぼ似たようなサイズになっていて、 ID52 は 61.1×121.6×29.7、 ID50 は58.0×111.0×27.9 ということで、一回り小さいような感じになってますし、重さの方もアイコム ID52 は 295g、 ID50 は 260g ということで、まあ、ちっちゃくて軽くなってるわけですね。この最後の部分、ここ僕やっぱ注目です。あの運用時間長い、小さい、軽い、これはねアクティブにアウトドアで運用したいアマチュア無線化にとってはすごくね大切なポイントだし、逆にまあ ID52 はそのオーバースペックって言えるのかもしれないですね。あのアウトドアで、登山しながら運用するという目的においてはちょっとオーバースペックなところがあって、まあそれがもう必要な機能だけにしてちょっとスリムにして、1万円安くなって出るということで朗報じゃないですかね。最後にですね、気になる発売時期については一応今のところ6月末となってますから、今月の終盤 ID50 が店頭に登場するという予定になっております。でこれ、まあ、どういった人におすすめかっていうと、正直すでに ID52 を買ってしまった人にとってはまあ確かに軽いとかちょっとちっちゃいとかっていうメリットはあるんだけど、改めて5万円弱4万円台のお金を出して買うのはまああんまり意味がないかなっていう気はするんですけど、 ID52 ね欲しかったんだけど、 iCOM のディスター機欲しかったんだけどちょっと高いよなって躊躇してた方にとっては、ID50 本当ねこれ買うべきトランシーバーなんじゃないかな。 D スターねやってみたいんだったら今、ベストな選択肢として ID50 出てきたんじゃないかなと思いますんで、興味ある方は、iCOM のホームページチェックして、まあ、品定めしてみていただけるといいんじゃないでしょうか。まあ、今月の終わりぐらいには店頭にも出てくるかもしれないんで、店頭で確認してみるっていうのもいいかもしれませんね。で、桃助が買うのかって言われると、個人的には ID52 持ってるんで、
まあいらないっていうのが正直なところなんですけど、まあ興味としてね、あのこう2台並べて使ってみたいなっていうのはねありますね。使い比べてみたいっていうね、これなかなか難しいところで、僕もこの購入するときに個人的に欲しいから買ってる場合と、動画でレビューしたいから買ってる場合っていうのがあるんだけど、まあ後者の方としてはちょっと興味あるかな、個人としては両方あってもねっていうのはね、まああるんですけどね。ということで今回は ID50、発売されるよという動画でした。この動画が役に立ったよかったという方は高評価ボタンを押していただけると、ももすけの動画作りのモチベーションアップにつながります。チャンネル登録もよろしくお願いします。チャンネル登録ボタンの横のベルのマークを押していただけると、ももすけが動画更新すると通知が来ます。ぜひ押しておいてください。以上、ももすけでした。バイバイ。